はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、前回の続きからやっていきたいと思います。ちょっとメンバー編成を変えました。ユニコーンの代わりにですね、ガンダム F91 を入れました。こっちはスピード重視ですね。ちょっとユニコーンのスピードだと回復がきつくなってくる時があるんで、で、ウルトラマンは攻撃重視でレオにしました。じゃあこの編成でちょっと奥に進んでいきましょう。ウルトラマンティガを助けるためですね。奥はまだ続くのかな、そもそも。お、デスアーミーとかファントンとか新しいやつが出てきた。とりあえず攻撃でいいや。お、デスアーミー意外に強いな。すげえ雑魚敵っていうイメージがあるけど、あ、ここはあれだな、通じただけだな、ショートカットが。この部屋は誰だ、ヒーローか。ここにいるのはお前だけか。ああ、俺はただの研究員だ。ここで命令されるがままに研究をしていた。だが見逃すわけにはいかん。厳しいな。強くね。普通にかわしてるんだけど。待て、貴様らの目的はティガの救出だろ。こんなところで騒ぎを起こすのはまずいのでは。なんだと、さらばだ。待て、素早い。今の身のこなし、ただの研究員とは思えないな。まあいい、先へ急ごう。ちょっと待ってくれ、気になるものがある。そこには液体で満たされたカプセルがあった。よく見ると中には石像のような物体が入っていた。怪獣の石像か。ん？だがカラータイマーのようなものがあるな。なんだか悲しい目をしているな。ゴッドガンダムはその石像を詳しく調べた。しかしそれ以上特に気になることはなかった。急ぐぞ、もたもたしていると敵の増援が来るぞ。 OK。 この培養液も気になりますけど、とりあえず今はわからないんで放置と。よし、この先を左だ。左？独房なら右に行った方が近そうだぞ。私もそう思って右に行ったのだが、残念ながら行き止まりだ。そうか、危うく無駄足を踏むとこだった。みんな左へ行こう。ん？この気配、待て。なんだ、まだ何かあんのか。デスアーミーの気配がするのだ。私が確かめてくるからここで待っていろ。そう言うとシュピーゲルは姿を消し左の通路へ入っていった。おお、これシュピーゲル。こんなところにまでデスアーミーが。デスアーミーが大量にいた。予想以上にデビルガンダムの力は拡大しているようだ。どうする。予定より早いが、ここで私がおとりになってデスアーミーを右の通路に誘導しよう。お前たちはその隙に左の通路に入って独房を目指せ。わかった。シュピーゲルは瞬く間に先行しデスアーミーに攻撃を仕掛けた。ドコーン。デスアーミーたちはシュピーゲルに敵意を向け一斉に動き出した。よし、来るんだ。シュピーゲルはデスアーミーたちの注意を引き反対方向へと誘導していった。そろそろだな、行くぞ。で、右行こうとするとどうなんの。おい、そっちはダメだ。シュピーゲルがデスアーミーを誘導した道だ。我々は独房へ急ごう。ウルトラマンティガを救出するぞ。いけないっすね。ん、こっちも行けそうだな。ここに扉があって、アイテム、メガスピリットサブ。あー、これは役立ちますね。またトクシスゾディアーツか。
ちょっと待って、ボディーブーメランって物理じゃん。うわー、全体攻撃のエネルギーがないな。ゴッドガンダムが若干やばい。あ、違った。ほい、もう一回使うか。ヒール1だともう厳しいな、本当に。これはどういう道？特に関係ないか。どうしよう、ゴリ押すか。かわされた。まあ大丈夫ですね。お、ファントム。まあ行き止まりだ。このピクシスゾディアツが出てくるとちょっと面倒くさいんですよね。うん、まだ結構パワーあんの。もうそろそろゴッドガンダムが上がりそうっすね。とか言ってるうちに目的地に近づいてきたぞ。どうしよう、アイテムとスキルを使って回復させるか。とりあえずヒットポイントは全開。スピリットタブ使いましょう。これホイッと独房ってのはここだな。誰だ、中から声がするぞ。そこにいるのはウルトラマンテガか。ああ、なぜ僕の名を。詳しい話は後だ。お前を助けに来た。俺たちは味方だと思ってくれ。そうか、すまないな。ゴッドガンダムたちは独房の扉を開けた。助かったよ。大丈夫だったか、ティガー。君のことはメビビスから聞いている。マウンテンキューブで隣の独房にいたあのメビウスの仲間が来てくれたのか。ああ、無事でよかった。それどころか意外と元気そうだな。まあな、僕は重要なパーツらしいからそれほどひどい扱いは受けていない。その時ヒーローたちは背後に近づく何者かの気配を感じた。ん？キョエーふっ、キー、避けやがった。不意打ちのつもりか。そう何度も同じ手に乗るか。貴様はガンダムヘブンズソード、あのネロスガンダムはすでに DG 細胞に。キョエー、その通り。ネロスガンダムはデビルガンダムが四天王、ガンダムヘブンズソードへ進化したのだ。さあティガを返してもらおう。出なければ貴様らを抹殺するまでだ。まあ普通に出てきましたね。ヘブンズソードか。一応デビルガンダム四天王だからな、弱点とかあんのかな。アンクはちょっと打っときましょう。あ、そっか、物理が上がるから物理で攻撃したいな。やっぱり弱点とかよりも、そうだな、普通に行きましょう。メテオ打って、で、ドラゴンウィングと。ドラゴウィングよりドラゴテイルの方が強いし今見たら、ハイパー銀色の足スペシャルF91 より速いか。
あれ、もしや物理攻撃がカットされる。カットされるって言っても結構当たるよなこれいいんじゃないこのまんまで。ちょっとビームシールド貼っとこう。シャキーン。メテオを最初2ターンで使えるとここでラッシュが打てますね。一発もちろん行きます。バークレットゴッドフィンガーで、こいつはベスバーを使いましょう。ベスバー高威力モード。あー後手か、まあいいや。で、ヒーロー技が使えないからドライブオンにして、何が一番強いんだろうな。これが強いな、エネルギーだけど。で、こいつもドライブてかヒーロー技を使おう。まあストライクドラゴンかな。ほい、強えな、ベスバー。ちょっとディフェンスに入りましょうか。で、こいつはちょっと自分で回復と。なんか弱くね攻撃力が弱い気がする。諦めるな。お、いいね。ただ3ターンあれになってるかもな。バルカン、ライフキットでちょっと回復させておきますか。あ、なんか空飛ぶともしかして。とりあえずヒールレインを打っときましょう。そうでもない、攻撃力が上がるとか。よし、ウルトラマンがまた元に戻ったんで、とりあえずまたメテオを使ってゲージを上げましょう。ハイパーヒーローの足スペシャルもなんか弱いしな手を使ってヒール、ハイパーヒールなしスペシャル、ヒールでこと足りますから。よーし、じゃあここで多分固めると思う。バーグネットゴッドフィンガー、あれ F91 ってどれだヒーロー技がない。え、これだよね。こっちヒーロー技だよね。ダブルベスバー、そうなんだ普通のベスバーかと思った。ま、これでじゃあ行きますか。ほい、どいてくれよ、邪魔なんだよ。やるぞ。これが登場シーンのやつ。これでそうだ。やらなきゃこっちがやられる。まあまあか。これを見て、よし、ガードされるからゴッドフィンガーもそんなに当たんなかったっすね。まあでもなんとか倒しました。お、ヘブンズソードもここで終わりか。チップ手に入れたってことは。うう、だが生体ユニットの候補はもう一人いる。あのウルトラ戦士さえいればデビルガンダムは覚醒する。なんだって、またウルトラ戦士か。ぐわー、大丈夫か。ああ、今倒したところだ。そっちは
デスアーミーは巻いた。しばらくは大丈夫だ。手川は無事か？ああ、この通り。よかった。だがもう一人の候補とは一体？あれはイービルティガのことじゃないかな。イービルティガ？ああ、僕とそっくりなウルトラ戦士で同じように石像になっていた。ああ、あの培養液のことっすね。けど彼はどうやら石像のままここに運び込まれ、ネバーの手によって復活させられたらしい。だったら救出しよう。でも彼は邪悪な心に支配されている。おそらく僕たちと敵とみなして攻撃してくるだろう。あ、そうなの？本来は正しい心を持っていたはずなんだけど、まあとにかく僕が直接説得をしてみよう。なるほど、ならば我々も同行しよう。それはありがたい。イービルティガの独房の場所は知っている。僕についてきてくれ。あれ、さっきのとこじゃないの？あ、でも目的地が違うとこになってる。生体ユニットを継ぐもの。ここはなんもないかな。もう SP がやっぱ減ってるけど、とりあえずボス出てくんのかな。ピクシスゾリアスもめんどくさいけど、デスアーミー手に入れた。お、宝箱を発見。傷ついたターコイズ。宝箱なんかすげえいいのが入ってることないっすからねこれ。このパターンがちょっとねめんどくさいんですよね。だな、独房は。どうしよう、 SP 回復使っちゃおっかな。そうっすね、なんか敵がいたらやだし、一旦これを打ってメガスピリットタブをちょっと使いましょう。もしかしたら無駄になるかもしれないけど、ここだ。ここがイービルティガの独房だ。おい、鍵が開いているぞ。何？ティガは独房の扉を開けた。誰もいないじゃないか。まさかデビルガンダムに組み込むためにすでに移送されたのか？下か？おそらくそうだろう。デビルガンダム本体は下の階で調整されているからな。じゃあ行くしかねえだろう。ただ僕も正確な場所まではわからない。下へ行くエレベーターなら別動隊か使ったやつがあっただろう。あ、そうだ、あれで地下3階へ行けるな。よし、我々で探そう。僕も引き続き君たちと行動を共にしたいがどうだろう。もちろん大歓迎だ。ジャン！ジャン！ウルトラマンティカが仲間になりました。ここは何もない。あんまり回復は意味なかったっすね、やっぱり。敵でな、出るかなともちょっと思ったんですけどね。そうですね、ちょっとティガの実力も見たいし、一旦帰りましょう。多分ワープした方が早く行けそうな気がするんで。ここが拠点か。おお、君がティガか。君の活躍は時空を超えて光の国にも届いているよ。そうですか、それは光栄です。しかし違う世界のウルトラ戦士というのは興味深いな。ああ、僕も同じことを思っている。ははは、それはそうだな。俺はウルトラマン光、よろしくな。こちらこそよろしく。パーティー編成、
ウルトラマンティガ、間違えた、うん、おお、ヒットポイント543ってメビウスの方が高いし、攻撃力高いな、レオに匹敵するな、エネルギー攻撃力が高い、速度はウルトラの戦士では、一番遅くないなレオが一番遅いな。あ、 SP も高いしな、レオの倍くらいある。あ、全体的に強くない？ティガなんか強いな、ティガにしようかな。まあちょっとただ AP とかなさそうだからいいや、とりあえずこのままで、というところで、まあとりあえずティガが救出して、一旦ここで終了したいと思います。じゃあ次回は、地下ですね、3階の方へ、行きたいと思いますので、今回これで終了します。